ホルムズ要塞17世紀、ポルトガル製のホルムズの地図1507年のホルムズ占領は、ポルトガル人のアフォンソで、アルブケルケによるホルムズ島への侵攻。この侵略が成功を収めたことにより、ポルトガルはペルシア湾を通るインドとヨーロッパの交易路を独占した。ホルムズの占領は、ポルトガル王マヌエル一世による計画の一部である。彼は、 イスラム教徒による貿易の妨害のために交易路の要所を占領する計画を立てた。すなわち、アデン湾を占領して、アレキサンドリアとの連絡を断ち、ホルムズを占領して、ベールートとの連絡を断ち、マラッカを占領して、中国との貿易を支配下に置くというものである。計画の第一歩として、マヌエル一世はトリスタンダクーニャ率いる艦隊を、そこラ島に派遣し、 そこにあるイスラム側の要塞を攻撃させた。1507年、攻撃は見事に成功し、ポルトガルは航海への入り口を支配した。艦隊の大半は次なる目標としてインドへ出航、残りの数隻は守備隊としてアルブケルケが指揮を引き継いだ。アルブルケはオマーン海岸のカルハットやマスカットを攻撃し、抵抗を打ち破って占領した。しかし、アルブケルケは 命令に違反して、ホルムズ島を攻撃した。現地の王は、ポルトガル王に忠誠を誓い、現地の労働者を繰り出しての築城を強化した。アルブケルキは1507年10月7日に築城を開始、中東兵の手配も進めたが、現地人の反乱があり、そして自軍に、インドへの逃亡者が多数出たため失敗した。1508年1月、 コルムズ王国の指示を得た住民たちは、ポルトガルの守備隊を攻撃。アルブケルケは、数日間の戦闘の後、撤退を余儀なくされた。1508年4月、残りの2隻の船は出港した。この時、城塞はまだ完成していない。そこトラ島に戻ると、そこに残った守備隊は、食料を不足に苦しんでいた。アルブケルケは、その後、アデン湾付近で、 イスラム戦を略奪したり、バーレーン要塞を焼き討ちにしたりして、その後ダホした商船に乗って、インドへ向かった。1515 15年3月、アルブケルケは今度は27隻の艦隊を率いて、ホルムズを再び侵攻、4月1日に要塞を占領した。ホルムズは、その後100年余り、ポルトガルの支配下にあり続け、その解放は1622年のイングランドと、 サファビー町の連合艦隊による進行を待たなければならなかった。ありがとうございます。